さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。うわ最近妹シリーズ全然やってなかったけどこんなバージョンアップしてたんだ。こりゃまた再熱しそうだな。言っとくけどロリコンじゃねえからな。ご主人様学校に遅れますよ。太郎この世にはな学校より勉強より大事なものがあるんだよ。それ妹ゲームをやってる時に言うセリフじゃないですよ。よし今回の新キャラのフラグを立てる前まではとりあえず進めといたからここでセーブしてと。わかったよ行く行く学校行けばいいんだろ。そんじゃ行ってきます。また昼飯はいつも通り適当にやっといてくれ。ご主人様私は一応人間じゃないですよ。あんまり寒くなくなってきたしいよいよ春到来だな。新生活って感じ。まこの桜町って年中桜咲いてるけどな。そうだたまにはちょっとこっち側に止めるか。よし駐車完了っと。結城大河くんよ俺たちの存在忘れてんじゃねえか。まずいここに止めたらあのひまわりのやつらにバレちまう。よお前ら今日も今日とて元気にやってるか。タイガおはすき。ああめちゃくちゃうざいけどありがとう。タイガおはすき。おいどうした傭兵お前はいいんだぞそういうこと言わなくて。タイガしおはちゅき。ちょっとタイガし何するでやんすか。なんで僕の時だけ運ぶと下ろそうそんな繰り返すでやんすか。足痛いでやんすよ。ったくお前ら全員でふざけやがって。っていうかなんかいつもと座席も違うじゃねえか。やっぱさ毎日同じじゃつまんねえかなと思って。そうでやんすよ。来年まで僕たちが存在してたら卒業式の動画出すって主が言ってましたよ。なんでお前がそんな裏と通通なんだよ。タイガ正面からお前を見続けすぎてレーザービームが出たらすまん。ちょっと見てみたい。そうだよな。なんだかんだもうすぐ新入生とかも入ってくるしこの学校もまた一つ変わっていくんだろうな。そうそう新入生で思い出した。実は俺のおじさんが最近塾を建てたんだ。それで生徒はいるみたいだけどどうやら教える先生が少ないみたいで今度俺も手伝いに行くんだがみんなもよかったらどうだ。小学生が相手だからきっとお前らでも大丈夫だと思うぞ。へえ塾か。まあ小学生だったら俺も教えれるかな。俺とタイガは変なこと吹き込みそうでダメじゃね。間違いね。俺と傭兵はどっちかっていうと遊びとかを教えそうだよな。どっちかっていうとタイガ氏と傭兵くんは男の子に好かれるかもしれませんね。よしそうと決まれば早速塾に行くか。それでは第107回目の定例会を行いたいと思います。会長すみません会議の途中なんですが今日バイトがあるので早く帰っていいですか。会長私もバイトを始めたんで帰ります。私も。え、そうなんだみんなアルバイト始めたんだ。でもこの学校ってアルバイト大丈夫だったっけ。どうやらお金に困っている生徒も増えたみたいでアルバイトは暗黙の了解になったみたいですよ。ちなみに私も美容師のアシスタントをやることになりましたわ。それだったら絶対髪切ってね。それじゃあ会長お疲れ様でした。アルバイトか。私アルバイトしたことないからな。高校生のうちにそういうのを一回は経験しといた方がいいのかな。タイガシ、妹シリーズのゲームと小学生を照らし合わせちゃダメでやんすよ。わかってるよ。だからあれと現実はまた全然違うんだよ。あれ、生徒会長さんじゃん。おっと、傭兵ならこちらにいらっしゃいますよ。からかうなよ、タイガ。よ、葵。あれ、生徒会のみんな一緒じゃないの？あ、うん、そうなんだ。早く会議が終わったから。私以外みんなアルバイト始めたみたいで私何もしてないからさ。何もしてないことないだろ。いつも学校のために毎日何かしらしてくれてるじゃん。ていうかごめんね白崎くん友達といるところ邪魔しちゃって。また連絡するね。やっぱ付き合ってからいい感じだなあの二人。そうだどうせだったら傭兵の彼女にも塾の先生やってもらったらいいんじゃないか。お、それはいいな。生徒会長さんだったら勉強も教えるの上手そうだし。なあ傭兵お前の彼女にも一緒に塾の先生やってもらったらいいんじゃね。それはいいな。俺たちなんかよりもよっぽどうまく教えそうだしな。塾の先生？へえ、ここがリュウジのおじさんの塾か。
ていうかここって野々村のお兄さんの隣じゃん。ちょうどそこのテナントが空いてたからな、すぐに入らせてもらったんだよ。多分受付におじさんがいるはずだから行ってみよう。お邪魔します。はじめまして、リュウジ君の同級生の結城大河です。ああ、君がリュウジの同級生の結城大河君か。いつもリュウジが夢の中でお世話になってるみたいだね。はい、夢の中。ちょっとおじさん、それ言わない約束。お前夢の中で俺と何してんだ。よし、それじゃあ早速みんなには子供たちに勉強を教えてもらいたいと思います。何、簡単な算数や漢字を教えたり、そのぐらいのレベルだから心配しなくて大丈夫だよ。白崎くん、私なんかで大丈夫かな。それにアルバイトだって初めてやるんだけど。大丈夫だよ、アルバイトっつっても小学生に勉強教えるだけだから、そういうの絶対得意だろ。あの、お言葉ですが靴を脱がないと椅子汚れますよ。よし、この塾の中で一番人気のある先生になるぞ。教室はここだな。失礼します。みんなおはよう。あれ、新しい先生、なんだか若そう。皆さんはじめまして、今日からみんなの塾講師になりました、結城大河です。よろしくね。それじゃあ早速算数の勉強行ってみようか。わからないとこがあったら先生に言うんだぞ。先生、少しいいですか。お、どうした、どこがわからないんだ。全部わかりません。は、全部わからないのか。これはわかるだろ。1たす1は1たす1。嘘だろ、そんなに悩むのか。もうマジかよ。先生、私もわかりません。俺も。あ、わかったわかった、先生が一人ずつ見ていくからな。みんな俺に何でも聞けよ。マジでこんなに大変なのかよ。ああ、疲れた。みんな俺の番終わったぞ。なんだよタイガ、やけに自信なさげじゃん。さすがに小学校の問題はわかるだろ。いや、そういうことじゃないんだ。なんつうか、その教えるのって難しいんだなと思って。もう仕方ないでやんすね。僕が手本を見せてあげてきますよ。さあみんな、わからないとこがあったらこの何でもわかっちゃう紳士メガネイケメンの三井子先生に聞くんだよ。で、あれ、みんな僕の話聞いてる？わからないとこある？しーん。タイガ氏、小学生だからって侮っていました。わかる、わかるぞメガネ。なんか教えに行った人たちがどんどん自信なくなってるね。まったく、しょうがないな、俺が言ってやろう。皆さん、はじめまして、佐久間隆二と申します。勉強以外でも何でも俺に聞いてくれ。え、勉強以外でもいいんですか。それじゃあ先生の好きな人の話聞きたいです。先生の好きな人の話か。もうしょうがないな。それじゃあバレンタインで先生が好きな人にチョコ渡そうと思ったら拒否された話するか。いや、生徒のみんないい子だったぞ。逆に先生頑張ってとか言われちゃったよ。そうなんだ。どういう授業したんだ。白崎くん、やっぱりちょっと不安になってきた。確かにあいつらもあんな感じだしな。そうだ、よかったら俺と一緒にするか。二人だったら怖くねえだろ。それでは皆さん、今日はよろしくお願いします。あれ、なんで先生が二人いるの。もしかして付き合ってるんですか。そういうのはいいの。皆さん勉強に集中しましょう。先生つまんない。さっきの先生は何でも答えてくれたよ。そんなんじゃ勉強する気になりません。どうしよう、最近の子怖いな。ああそうだ、俺はこの先生と付き合ってるぞ。だからみんなも彼女の前でカッコつけたいからさ、先生と一緒にお勉強手伝ってくれよ。白崎くん、そんなの子供の前で言わなくていいよ。何先生、言ってて恥ずかしくないの。恥ずかしくねえよ、俺はこの先生が好きなんだよ。だからさっきの先生たちより俺の授業が一番勉強できたってみんなに言ってもらいたいから、みんなも勉強するっていうわけじゃなくて俺の手伝いをするっていう意味で勉強してくれよ。変な先生だな。でも先生嘘つきじゃないから好き。ほら、みんなちゃんと勉強しだしただろ。
白崎くんすごい子供の気持ちわかるんだね。わかるわけねえよ。たださ、子供だからって子供扱いするのはちょっと違うなと思って。やっぱほら、何でも本音で話すのが一番だろ。先生、ここ教えてください。これは掛け算だから。なんだよ、心配して見に来たけど、この二人の授業が一番良さそうだな。先生、ありがとうございました。先生の教え方とっても上手だった。そっかそっか、よかった。みんな気をつけて帰ってね。いやー、君たちありがとう。評判も良かったみたいで何よりだよ。ま、傭兵カップルの愛の力が強すぎたけどな。うるせえな、負け惜しみすんなよ。おっと、すまない、電話だ。ちょっと出てもいいかな。はい、もしもし、こちら佐久間進学塾。こないだの予習プリントにエッチな画像が載っていた。あ、しまった、私が普段見ているファイルを間違えてプリントしてしまった。あ、これ絶対この塾もう潰れるな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。